岩手が世界に誇る素材と技を組み合わせた美容ハサミが誕生しました。上質なメイドイン岩手を国内外に発信する企業3社をご紹介します。グッドラックストーリー。上坊ジュール紙を全面に施した美容ハサミが完成しました。プロデュースしたのは漆の生成販売を行う上坊ジュール紙産業の松沢拓夫さんです。これまで山口県の萩ガラスや大手自動車メーカーとのコラボを行うなど、常に岩手県産漆の可能性を探ってきました。漆は本当に魅力的な素材で、何でも塗れるんですね。いろんなものに塗って手触りとかを感じられるものとしてですね、といろいろ提案したいなと思って、はい、やっております。どうして美容バサミにたどり着いたんですか？同じ岩手県内の企業ですし、岩手初の岩手のならではのハサミを作ってみたいということで意気投合して。ハサミはデザインが異なる3種類、ジョーウェルのブランドで世界に名が知れる同行者の最上級モデルに花巻市の蒔絵師大川明さんが漆絵を施しました。全体に塗ってから刃をつけるので、叩いて調整とかするんですけれども、これで漆の、ね、せっかくの絵に傷がつかないようにとか、そういった点はちょっと違う工夫をするところですね。基本的なデザインを担当したのは美容室コレットヘアのスタイリスト3人です。初お披露目となった広島県でのヘアショーでは多くの人の視線を集めました。とても面白い企画だなと思いましたよ。初めて作るので、漆っていうと黒とか朱色とかザ・漆っていうような色をちょっと使ってデザインしてみようと思いました。製造元の投稿者では3種類のデザインをベースに今後販売を強化していく考えです。この利用バサミというのをちょっと利用してですけども、注目を集めていただいて、あとは金属じゃなくて違うものにも使えるんだよというのが少しでも分かる、そういうものに役立っていただければ、こっちとしても嬉しいです。先入観なくですね、いろんなものに塗ってみると、やっぱり世界にどんどん広がる漆っていうのをやっていきたいですし、それは投稿者さん、コレットさんと同じように世界にどんどん出ていくような、はい、そういったものをどんどん作り出していきたいですね。岩手の漆と卓越した技が世界へデビューします。メイドイン岩手漆シザー、グッドラック。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。